回は日傘を作ってみようと思います。こういったの手作り用の日傘のフレーム、骨組みですね、手芸店の方に売っています。持ち手がね、これは木製ですけれども、竹製とか籐みたいになっているものとか、いろんな種類のものが売っていますね。まあ、基本的にはお好きな布でお作りくださいっていうタイプのものなんですけれども、今回は編み地を編んで日傘にしてみようと思います。そして今回使用するものですけれども、骨の長さが 45.5cm のものを使います。これもね、長さがいろいろあるようです。で、長さが違うと編み地の大きさも変わってきますので、同じように作りたい場合はこの長さのものをお使いください。購入先ですけれども、こちらは楽天の作る楽しみというお店で購入しています。セット内容なんですが、こちらの本体と、それからこれね、ここに先端にこのようにつけるものが入っています。それから、布で作る用の説明書も入っていました。編み地の方はこちらのワンダーコットン、ベージュ系のお色味のものですね。こちらを使っていきます。ちょ色番が1番っていうことになっていますね。こちらを使っていきます。使用する針ですが、今回は5号を使います。ワンダーコットンの推奨は3から4号ということですけれども、編み地をね、ほぼほぼ細編みで編みますので、少し緩めに細編みを編みたいなと思って5号を使うことにします。それからあと必要なものとしてはマーカーですね。マーカーを8個用意してください。それでは始めます。まず鎖編みを8目編みます。8目編んだらこれを輪にします。輪になりましたね。ではここから輪に細編みを16目編み入れていきます。まず鎖1で立ち上がって細編みですね。細編みを16目編み入れます。はい、細編みを16目編みました。これでちょっと目が寄ってますので、こう少しこう動かして目が均等になるようにね、こんな風に動かして、そして最初の細編みに引き抜きますね。はい、これで1段目が編めました。そしてこの輪はこの傘の先端に刺す部分になりますので、ちゃんとね、刺さるかどうか、ブカブカすぎないかきつすぎないかということを確認してください。で、この後ね、骨が8本ありますので8角形になるように編んでいきます。フラットな8角形ではなくて、こう丸みのある少しこうお椀型というかなの8角形を目指して編んでいきます。はい、では2段目以降をやっていきます。この後ですね、編み地は同じ方向に編み進めるのではなく、こう1段ごとに向きを変えて往復で編んでいきます。ではやってみます。まず鎖1で立ち上がって向きを変えます。そして根元に細編み。で、この段はですね、1目に対して1目細編みを編み入れる形で進んでいきます。はい、2段目も16目で編み終わったところです。では3段目をやってみます。3段目は目を増やしていきますね。まず鎖1で立ち上がって向きを変えて根元に2目、編み始めの目から増やしていきますね。で、
本来目を増やすところは3目入れて進んでいくんですが、ここは最初に2目編んで、1周編んでから最後の1目を編み入れて合計で3目という形にします。ですのでこの一番初めの編み始めの目が、八角形の角の1つになりますので、ここにマーカーを入れておきます。はい、そして目を増やした次の目は細編み1です。次の目は細編みを3目編み入れて目を増やします。ここもまたこの3目の真ん中が八角形の角になってきますので、真ん中にマーカーを入れておきます。次は細編み1ですね。その隣は細編み3という形で1段編み進めていきます。はい、3段目の最後まで来ています。細編み3目入れて、その次は細編み1と編んで最初の目に戻ってきましたので、最初の目に同じ目ですね、ここに細編み1編み入れて、これでここが合計3目になりますね。そして編み始めの一番最初の細編みに引き抜きます。これで3段目が編み終わりですね。マーカーとマーカーの間が3目になっていますね。マーカーとマーカーの間が3目です。それでは4段目5段目は目を増やさずに同じ目数のまま細編みで編み進めていきます。これマーカーをね、外したりまたつけたりと面倒なんですけれども、目数がどんどん増えていきますので、角がね、わからなくなってしまうので、面倒ですが外したらつけるということをお願いします。はい、4段目、5段目は目数を増やさずに同じ目数のまま編みました。では6段目は目を増やしていきます。ここも3段目の時と同じ要領です。まず鎖1で立ち上がって、根元に細編みを2目編みますね。そして、最後にまた1周編んで戻ってきて1目編み入れて合計3目という形にします。この位置にまたマーカーを入れておきます。次は細編みを3目編んで、マーカーの入っている目は増し目をしますので細編みを3目編み入れます。真ん中の目にマーカーを入れておきます。次は細編み3目ですね。1目に対して1目編んでいます。マーカーの入っている目は細編みを3目編み入れて増し目にしますね。はい、あとはこの繰り返しになりますね。今マーカーからマーカーの間は 1,2,3,4,5 目になっています。下の段はマーカーとマーカーの間が3目だったので、ここが2目増えたことになりますね。増し目する段は3の倍数の段で増し目をします。それ以外の段は増し目せずに同じ目数のまま編むということを繰り返して39段まで編み進めていきます。はい、39段まで編みました。今大きさがですね、中心からこの角までで
14.5センチになっています。そしてこのマーカーからマーカーの間は今27目になっています。この先なんですけれども、また細編みで編み続けるんですが、今度はこの目を増やすね位置の比率割合が変わってきます。今までは2段増し目なしで編んで3段目に増し目をする、2段増し目なしで編んで3段目に増し目をするという形で3段1セットで編んでいましたが、この先ですけれども3段増し目なしで編んで4段目に増し目をするというふうに変更します。この編み方で編んで、段数がどのぐらいになるかちょっと計算してないんですけれども、このマーカーからマーカーの間が49目になるところまで編んでいきます。はい、4段目に増し目をするというふうに比率を変えてから44段編みました。このマーカーからマーカーの間が49目になったところです。はい、一辺のサイズがそうですね、23センチぐらいですかね。じゃあここからここの長さなんですけれども、ちょっとこのままではね測りにくいのでちょっと折ってやってみますね。はい、中心から、3段目で増し目をしたところがだいたい 14.5 でしたね。でここからここまでで31センチぐらいになっていると思います。でこの後ですけれども、今度は透かし編みを入れていきます。模様編みですね。編み図を書いてみたので、またこちらを見ながら説明していきたいと思います。まずこの模様は10目1模様の模様になっています。で編み図はですね、大きいの書けないのでマーカーからマーカーの間を19目として書いてありますが、実際にはですね、これマーカーとマーカーの間は49目でしたね。でマーカーとマーカーの間が49目というように説明してきましたが、これマーカーの目を合わせると50目になりますね。ということで、10の倍数の目数になっています。マーカーの隣の目からマーカーの入っている目を入れて50目という計算でやっていきます。それでこの模様編みですが、この部分は増し目をせずに同じ目数のまま輪にして編んでいきます。で、編む方向ですけれども、また編み始め編み終わりのところでですね、向きを変えながら編んでいます。それから、編み始め編み終わりのところは次の段に移行しやすいようにこの部分とかですね、ちょっと工夫がしてありますので、このあたりを中心に説明していきたいと思います。それでは模様1段目ですね、ピンクの部分やっていきます。このプラスのようなマークは、これは細編みですね。丸は鎖編みのマークです。これは長編みのマークになっています。では実際にやってみます。ではまずマーカーを外して、鎖1で立ち上がって編み地の向きを変えますね。そして根元に細編み1、またここの位置にマーカーを入れておきます。次の目に細編み1です。そして鎖3、1,2,3 3つ飛ばして4つ目に長編みを編み入れます。次は鎖2目同じ目に長編みを入れます。鎖3です。 1,2,3 3つ飛ばして
4つ目に細編み、次も細編み、その次も細編み。ここは細編みを3目入れています。最初はね、ここ細編み2目だったんですが、最後に戻ってきた時にもう1目細編みを入れて細編み3になりますのでね。もう一度やってみます。鎖3です。3つ飛ばして4つ目に長編みです。鎖2です。同じ目に長編みです。鎖3。1、2、3。3つ飛ばして4つ目に細編み。次も細編み。もう1つ細編み。はい、これを繰り返し編み進めていきます。最初の角のところです。1、2、3。3つ飛ばして4つ目ですね。はい、マーカーを外して細編み。またマーカーを入れておきます。次も細編みですね。はい、角はちょうどこの位置になると思います。それではね、またこの編み始めのところまで向かって1周編んでいきます。はい、最後のところですね。ここ編み始めのところまで戻ってきました。ですので、1、2、3、3つ飛ばして4つ目に細編みを入れて、最初の目に引き抜いて、これで1段目編み終わりですね。はい、こんな感じで編めていると思います。次は模様2段目、この青の模様の位置になりますね。ここは、鎖4目と長編み5目、鎖4目と長編み5目、こういう、模様になってきます。やってみます。はい、ではやってみますね。まず鎖1で立ち上がって、また編み地の向きます。根元に細編み1です。この位置にまたマーカーを戻しておきます。次は鎖4目です。この長編みと長編みの間に鎖2目編んでありますが、ここを束にとって長編みを5目編み入れます。次は鎖編み4目です。今度この、細編み3目の真ん中の細編みに細編みします。もう一度やってみますね。鎖4目です。この位置、長編みと長編みの間に鎖2目編んだところ、ここに長編みを5目編み入れます。鎖4目です。下の段の細編み3目の真ん中、ここに細編みを入れます。はい、ではこの編み方を繰り返していきます。はい、編み始めのところまで戻ってきています。ここのやり方をやってみます。編み図で言いますと、この位置になりますね。長々編みを入れて、ここで終わるようにしています。実際にやってみます。はい、今長編み5目目が未完成の状態で終わっています。それではこの最初の細編みに長々編みを編み入れます。針に2回糸を巻きつけて、これで編み終わりですね。
次は模様編み3段目緑の部分になります。細編み5目鎖7目細編み5目鎖7目と編む段になっていきます。この位置で終わってましたので、またここから立ち上がって細編み5と進めていきます。実際にやってみます。ではまず鎖1で立ち上がって編み地の向きを変えます。根元に細編みです。次の目も細編みですね。長編みのところにそれぞれ細編みを編んでいきます。これで細編み5目編めましたね。次は鎖7目です。鎖7編んで、次はまたこの長編みにそれぞれ細編みを一つずつ編み入れていきます。次は鎖7目ですね。はい、ここはまた細編みを入れていきます。というようにこれを繰り返して最後まで編んでしまいます。編み終わりの部分ですね。ここが編み始めになります。ここは鎖7で渡るところなんですが、編み図の方見てみますね。編み図で言いますとこの部分ですね。鎖7ですが、鎖3と最後長々編みに分けて、中心の位置で終わるように、ここがちょうど角になりますので、この位置で終わるようにします。はい、ではまず鎖3ですね。そして長々編みをしますので、針に2回糸を巻きつけて最初の細編みに入れて、はい、これで編み終わりになります。そしてこの位置が角ですので、またマーカーはね、ここに戻しておくといいかなと思います。今予定の模様編みの半分編んだところです。編み図で言うとこの部分ですねまで編んでます。もう残り半分編んでいきます。それでは次は模様の4段目ですね。ピンクの部分になります。4段目はこの1段目と同じ編み方になります。で、今ここで終わっていますので、こちら向きに編みますね。鎖3で立ち上がって、これは長編みの代わりになりますね。で、こちら向きに編んでいくと、で戻ってきて最後は長編みを編んで鎖を編んで細編みをして、この中心で終わるようにしていきたいと思います。はい、下の段ね、真ん中の位置で終わっていますね。ではここから始めます。まず鎖3で立ち上がって向きを変えますね。これは長編み1目の代わりになります。そして鎖3と編んで、下の細編み5目入っていますが、この真ん中の3目ですね、ここにそれぞれ細編みを編みます。次は鎖3目です。下の段の鎖7目ありますね。これの4つ目、4つ目を割って長編みをします。鎖2目同じ位置に長編みです。鎖3目です。またここはですね、細編み5目の真ん中の3つ、ここに細編みを入れます。鎖3目、ここは鎖7目ありますので4つ目、ここを割って長編み、鎖2目
同じところに長編みと入れていきます。鎖3目、ここは細編み3つですね。はい、このような形で最後まで編み進めていきます。編み始めの位置まで戻ってきました。これが最初に立ち上がった鎖3ですね。ですのでこの位置に長編みを編み入れて、そして鎖2目入れるんですけれども、真ん中の位置で終わりたいので鎖1として 1,2,3 3つ目ですね。この位置に細編みのようにして真ん中で終わるという形にします。はい、次は模様5段目ですね。この青の部分になります。この下の2段目ね、この部分と同じ編み方になりますが、今度編み始めは、長編み5目の真ん中の目から始まります。鎖3で立ち上がって長編み2を入れてこちら向きに編んでいきますね。で、戻ってきた時に同じところに長編み2入れて合計5目にして終わります。はい、それではやってみます。まず鎖3ですね。で、向きを変えます。そしてまず長編み2目編み入れます。ここがまた角になりますので、この位置にマーカー入れておきますね。そして鎖編み4ですね。今細編み3ある真ん中に細編み1です。鎖4目です。長編みと長編みの間、鎖2目のところに長編みを5目編みます。鎖4目です。細編み3目の真ん中の目に細編み1目ということで、またこれを繰り返し編んでいきます。はい、編み始めの位置まで戻ってきました。ではここに長編みを2目編み入れます。そして、最初の立ち上がりの鎖3目ですね、ここに引き抜きますね。はい、これで合計長編み5目ということになりますね。模様の最後の段ですね。ここは長編みの上のところはそれぞれ細編みを入れます。で、長編みと長編みの間は鎖編みを編むという形でやっていく段になります。方向はこちら向きですね。やってみます。ではやってみます。まず鎖1ですね。向きを変えます。根元に細編みです。はい、この目にはまたマーカーを入れておきます。次ですね、細編み、次の長編みにも細編みです。そしてここは鎖5目でいきます。そしてまた細編みを5目編んでいきますね。鎖5目です。5目編み編んでいきますね。
というように、これでまた1周編んでいきます。それではこの段の最後のところですね、編み始めのところに合わせていきます。では細編み2目ですね、編みますね。最初に3目編んでありますので、これで合計5目になります。じゃあ最初の細編みに引き抜いてこの段を終わります。はい、それでね、それぞれの角のところにマーカーがちゃんと入っているか確認しておきます。それではこの後ですね、細編みで何段か編みたいと思います。最初に編むときはここで増し目をしますね、角のところでね。でまた普通に細編みを続けて編んでいくことになりますが、一応ここにはね、あと2段3段まで編むように書いてありますけれども、糸がもう少し残っているようでしたら、まあ5段ぐらいまで編みたいかなと思います。というのはですね、こちらですね、この傘の骨のこの部分にこうして差し込むところなんですが、これは編み地の角のところに縫い付けて使うんですけれども、その縫い付ける幅が欲しいんですね。ですのでこの後は細編みで数段編んでいこうと思います。この模様編みから細編みを拾っていくところをやってみようと思います。まず鎖1で立ち上がって向きを変えます。この段は角で増し目をしますのでね、まずじゃあ根元に1、もう一目根元に1です。今2目編んでますが、最後にまた戻ってきて同じ目にもう一目編んで合計3目という形にしますね。では進みます。それぞれの細編みですねの位置に細編みを1目ずつ入れていきます。今ここで合計細編み4目編んだことになりますね。で鎖5目のところは束にとって細編みを5目編みます。はい、ここは細編み細編み、これは数通りですね。はい、それぞれ細編みを編みました。また鎖5目のところも束にとって細編みを5目編みます。ということでこのまま編み進めますね。で角のところは細編みを3目入れて目を増やします。この段以降は増し目をせずに細編みを、まあ3段から5段ぐらい糸があるだけ編んで終わりにしたいと思います。縁の細編みを編み終わりました。結局細編みはですね6段編みましたね。糸はまだ残っていますが、これ 14g ぐらい残りましたね。残っていますが、まあ、ここで終わりにします。はい、編み地の全体像はこのような形になっています。ちょっとね、わかりにくいかな。半分に折ってみますね。半分に折ると、こんな形になっています。39センチほどになっています。そしてこのマーカーからマーカーですね、一辺の長さが約24センチぐらいになっています。それでは編み地にこのパーツですね、露先を縫い付けていきたいと思います。まずね、編み地の裏と表を決めます。往復で編んでいるのでどっちでもいいと思います。綺麗だなと思う方を表にしてください。で表を上にしておいてあります。でつけるのはこのマーカーの位置ですね、八角形の角になる位置、ここにつけていきます。でこれ向きなんですけれども、こっちが穴が開いている方、
こっちが丸まっている方、この向きに縫い付けます。縫い付ける糸はね、こちらの残った糸を使っていこうと思います。適当な長さに切りますね。で、まあ、針に糸を通す時なんですけれども、こんな風にしてこうすると通しやすいと思います。そしてここで玉留めしておきますね。では縫い付けていきます。こっちが表ですね。これをちょっとひっくり返しまして、この辺に糸を刺します。そしてこれ玉留めの間ですね。これ4本取りでやってますので、糸をこう割ってこんな風にしておくと、これで玉留めが抜けなくなるのでいいかなと思います。そしてまあ念のため、もう一回ぐらい糸を絡めて、そしてこれで表に出します。これが中心の位置に出てるようにねしますね。そうしたらこれ穴に通します。2回ぐらい縫ったら、今度はこっち側、ここも2回ぐらい縫いますね。そして最後裏側に糸を針を刺して、で、まあ、ここは数回絡めます。玉留めして、もう 1,2 回絡めておきましょうか。はい、これでかなりねしっかり縫い付けられたかと思います。で、余分な糸をカットしておきます。つゆ先を全部縫い付けました。そうしたらいよいよこの傘のフレームにつけていきます。まずこの穴に先端を通して、それぞれの骨にこのつゆ先ですね、これをこうしてはめます。結構編み地は引っ張る感じになると思います。こうしてすべてをはめていきます。はい、傘らしくなりました。じゃあちょっとこれ開いてみますね。はい、傘を開くとこんな感じになります。開くときにちょっと硬いと思います。編み地をかなりパンパンに張って開く形になりますのでね。ただまあ数回開いたり閉じたりしているとやりやすくなってくると思います。編み地がねちょっときついかなーっていうぐらいで正解ですので、ご心配なく開いてみてください。それでですね、これで終わりではなくて、まだもう少しやることがあって、このフレームのですね、この辺の位置と、それからもう少し奥のこの辺の位置でですね、フレームと編み地を縫い付けるっていう作業が残っています。それをやってみますね。今度は普通の縫い針と、手縫い用の糸でですね、これで縫い付けていきます。まあ、この辺ぐらいかな、に裏側から針を刺して、このぐらい2回ぐらい刺したら玉留めして、
で、これ玉留めを隠すようにこんな風にしておきますね。で、ちょっとね立体的なので縫いにくいんですけれども、まあ、こんな感じで全部8本の骨組み、ここの部分とここの部分を縫い付けていきます。はい、見えますでしょうか。この辺とかこの辺とかね、全部縫い留めました。はい、そしてこちらですね、これは傘を閉じた時にこうまとめておく用の、なんていうんですかね、ストラップというのかな、ボタンと紐で作ってみました。この辺はまあお好みですので、あってもなくてもどちらでもいいかなと思います。さあ、これで完成です。